い、どうも皆さんこんにちは。コインパートナー仮想通貨 TV の木田です。今回の動画のテーマは仮想通貨投資に潜むリスク、具体的な解決策を覚えて取引に臨もうとなっております。今回の動画では仮想通貨におけるリスクを網羅的にご紹介して、それに対する解決策をご紹介していきたいと思います。これさえ覚えておけば仮想通貨で無駄な失敗をすることはなくなりますので、ぜひ最後までご覧ください。仮想通貨のリスクには主に8つのリスクがあります。1、価格変動リスク。2、秘密鍵やパスワードの紛失リスク。3、サイバー攻撃などによる盗難リスク。4、取引所のリスク。5、ネットワークリスク。6、システム・サーバー障害リスク。7、51% 攻撃リスク。8、法令・税制に関わるリスク。仮想通貨には主にこれだけのリスクがあるのですが、それぞれに対して解決策があるので安心してください。ここからはそれぞれのリスクについての解説と解決策を考えていきたいと思います。まず一つ目の価格変動リスクについてです。仮想通貨は株や為替と違って価格変動の幅が大きいのが特徴です。逆にこれが好まれて多くの人に取引されているという点もあるのですが、大きく儲けようとして一気に損失してしまうという方も多くいらっしゃいます。ですのでこれを回避する方法としては、一つ目は生活資金は除いて取引する。二つ目はレバレッジをかけすぎないで取引するという点です。生活で必要な資金に関しては絶対に投資には使わず、余っているお金だけで投資しようということです。具体的には総資産の 20% であったり、総資産から生活費6ヶ月分を抜いたものなどを余剰資金とすると良いでしょう。2つ目のレバレッジをかけすぎないについてですが、仮想通貨には仮想通貨 FX というものがあります。詳しくはこちらの動画を見てほしいのですが、簡単に話すと1万円の元本で10万円の取引をすることができるというものです。その倍率のことをレバレッジというのですが、あまり倍率を上げすぎない方がいいということです。2つ目の秘密鍵やパスワードの紛失リスクについてです。ビットコインを引き出したり動かすためには秘密鍵というものが必要になります。この秘密鍵をなくしてしまうと一生ビットコインのアドレスにアクセスできなくなってしまいます。取引所のパスワードなどはなくしてしまったり忘れてしまっても取引所が管理しているため復元することができるのですが、個人で管理している秘密鍵の場合ですと一度なくしてしまうと一生手に入れることができません。ですのでウォレットで自分自身で管理しているビットコインに関しては Excel や USB にパスワードを保存しておいたり、紙にも書いておくなど複数の記録媒体を持っておいてください。3つ目、サイバー攻撃等による盗難リスク。サイバー攻撃とは端的に言うと自分の PC などが悪意のあるハッカーによって乗っ取られてしまうということです。これの具体的な解決策としては公共の Wi-Fi にアクセスしたり、アプリ型のウォレットではなくハードウェアウォレットで管理するようにすると良いでしょう。4つ目の取引所リスクについてです。おそらく多くの皆さんは仮想通貨取引所に仮想通貨を預けているかと思います。ですがこの仮想通貨取引所が経営破綻したり、はたまた海外の取引所に仮想通貨を預けている場合、その取引所が日本から撤退した場合預けられなくなってしまうということがあります。これを回避するためには仮想通貨を1つの取引所に置いておくのではなく複数の取引所に置いておいたり、自分のウォレットに入れておくなどのことをするのが良いでしょう。おすすめとしては長期保有分に関しては自分のウォレットに預け入れておく、海外取引所ではなるべく長期保有をしない、この2つを実践するだけでこのリスクは大きく回避することができます。5つ目のネットワーク上のリスクに関してです。仮想通貨の取引は全てネットワーク内で承認されて完了します。しかしながらその仮想通貨のプロジェクトに脆弱性があった場合には何者かにハッキングされたり、悪意のあるユーザーによってネットワーク内にトラブルが発生してしまうことがあります。すでに実績のある仮想通貨であったりブロックチェーンのプロジェクトに関してはこのリスクはほとんどないと言えるので、ビットコインなどの通貨に投資することで大きくこのリスクを回避することができます。しかしビットコインも今後ネットワーク上のリスクがゼロというわけではないので、その点は頭に入れておいてください。6つ目、システム障害リスクです。このリスクに関しては取引所や自分が利用しているインターネットやパソコンにシステム障害が発生することを指しているのですが、こちらに関してはスペックが高い取引所であったりスペックの高
い PC を使うことでリスクを回避することができます。また稀にですが取引所に責任があると立証された場合には損失分を取引所が補填されることもありますので、そういった保証制度が取引所にあるかどうかを見ておくことも大事と言えるでしょう。続いて 51% 攻撃リスクです。仮想通貨は全てブロックチェーンで管理されており、そのブロックチェーンが分散的に承認されているからこそ正しい証明がされています。ですがこのブロックを新しく生成する際に悪意があるマイナーが 51% 以上現れた場合、不正な取引が承認されてしまうリスクが出てきます。こちらの回避方法ですが、マイナーが分散しているかどうかを確認したり、もしくはメジャーな通貨に投資をするということを意識すると良いと思います。最後、法令税制のリスクです。仮想通貨を取引して利益が出た場合、通常の為替や株と違う税制となっております。そのため実は申告しなければならない税を申告していなかったり、税金が足りていなかったりなどということが発生してしまいます。このリスクを回避するためには専門家や専門的なツールを使ってしっかりと税金計算を行うことが大事です。具体的には GTAX やガーディアンというサービスが非常に便利と考えております。これらのサービスを利用する際にはコインパートナーのサロンから申し込んでいただくとお得に使えるようになっておりますので、こちらのツールに興味がある方は動画概要欄にある URL からサロンをチェックしてみてください。以上が仮想通貨投資に潜むリスクとその解決策でした。それではご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。現在私たちはコインパートナーサロンのメンバーを募集中です。サロン内ではトレード手法や裏技など役に立つ情報を多数配信しています。さらに現在期間限定のキャンペーン中で紹介コードを打ち込んでいただくと、本来有料会員様限定の1対1の投資相談会を無料で受けることができるようになっています。投資相談会のお試しは先着順で締め切らせていただきますので、ぜひお早めにご登録お願いいたします。サロンの登録自体は無料で行うことができますので、興味がある方は動画概要欄にあるサロン紹介記事をぜひご覧ください。